人棒にある世界参謀アカデミー参謀はソビエト連邦で開発された格闘技。ソビエト連邦においては軍隊格闘術としても発展。はロシア語で税の省略であると言われている。つまり、講義では護身術のことである。競技では一般に知られているスポーツ格闘技である。スポーツ参謀のことを指して、この意で使われることが最も多い。なお、 このスポーツサンボを習得した者や、その格闘技の選手はサンボレスラーと呼称されることがある。ソビエト連邦内務省や赤軍で都市軍隊格闘術として採用されていた護身術としてのサンボをバエボーイサンボと言い,い、日本ではコマンドサンボ、英語圏、イタリアではコンバットサンボと呼称される。今日ではこちらも打撃を追加した総合格闘技としてのスポーツ化と、 ロシア連邦軍の軍隊格闘術としての文化が進んでいる。三母の創始者の一人として、帝政時代のロシアにおいて、サハリンから新学生として、日本に渡り、行動官にて、カノージゴロウの下で柔道を学んだワシリーオシェプコフが挙げられている。彼は1930年代に、ソ連各地で柔道の普及活動を行ったが、1937年、 スターリン大粛清の対象となり、日本のスパイという権威をかけられ、東国、獄中で病死する。サンボという名称は、もう一人のサンボの創始者である、帝政ロシア軍人であったビクトル・スピリドノフが、ボクシングと柔術をもとに独学で編み出した、格闘技、シー勢に由来する。1930年代に体系化し、サンボという名称が名付けられる。この格闘技は、第一次世界大戦後、 白兵線の重要性に気づいたソ連赤軍に軍隊格闘術として採用され、後のバイボーイサンボにつながっていく。スピリドノフの理論的なサンボとオシェプコフの実践的な柔道は当時対立関係にあった。1938年にスポーツトレーナーの全国会合においてオシェプコフの弟子アナトリー・アルカディエヴィッチ・ハルランピエフが ソ連式フリースタイルレスリングの創設を発表するハルラムピエフは会合でソ連式フリースタイルレスリングはグルジアやタタール、カザフスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタンなどソ連各地の民族レスリングに基づいた新しい格闘技だと主張したがその実はオシェプコフの柔道であった人工的国家であったソ連には民族統合の象徴となるスポーツが 必要であったのである。そして同年11月16日、前祖体育スポーツ委員会は、フリースタイルレスリングを認可し、ソ連全土での普及活動が認められる。この日が、ロシアでは、国技としてのサンボ誕生日ともみなされている。第二次世界大戦後、1947年、サンボと解消され、これが、スポーツサンボとして定着することになる。 自己の体重の1階級上の階級に出場することができる。以上の場合は1本となり試合は終了する。また、試合中に両者に12ポイント以上差が開いた時は1本と同じ扱いとする。なお、試合時間内に1本がなかった時は、試合中にかけた技の得点が多いものが判定勝ちとなる。抑え込みは1試合1回限りで、それ以上抑え込んでもポイントにならない。 抑え込みは一試合一回限りで、それ以上を抑え込んでもポイントにならない。サンボは国際的な普及に向けて、1967年にリガで最初の国際大会、1972年にはリガで最初のヨーロッパ選手権、そして1973年にはテヘランで最初の世界選手権が開催する。1968年サンボは、 国際レスリング連盟に統括されるが、1980年、モスクワオリンピックの際に、レスリング内の正式種目としての採用をアピールした、ものの政治的理由により、実現には至らなかった。一時、IOC 承認協議であったが、その後、IOC の承認は取り消されている。また、 IOC 公演ワールドゲームズの公式競技であったが1989年の大会を最後に実施されていない IOC 公認団体スポーツアコードにはファイアスが未だ加盟しているアジアオリンピック競技会が主催するアジア競技大会ではジャカルタパレンバン大会より正式種目に採用された1963年9月当時日本レスリング協会の会長であった 八大一郎は、ソ連のレスリングの強さの秘密はサンボにあると、レスリングのトレーニングにサンボの導入を試み、ソ連レスリング選手団と共に4名のサンビストを調整した。当時、日本国民はサンボに関する知識を全く持っていなかったが、4名のサンビストは、前橋市、神戸市、横浜市、東京都など各地で、柔道選手と柔道の交流試合を行った。 1965年1月、日本サンボ連盟は、国内最初の大会、東日本サンボ選手権大会を、東京、代々木体育館で開催し、数多くのレスリング選手と、柔道選手が参加した大会であった。またこの大会は、碇の利用の尽力によって、テレビ放映され、サンボの名は広まりを見せる。さらに、同年8月、第1回全日本三ン選手権大会が、 岩手県森岡市で開催された。1965年9月に発田は、散歩競技を日本に根付かせようと、日本散歩連盟を設立し会長に就任、常務理事に就任した小賀正一をソ連に派遣した。小賀は自ら散歩修行に励む傍ら日本とソ連の交流パイプを構築し、散歩の普及に取り組んだ。日本レスリング協会指導型であった。 当時の日本三母連盟は、全日本柔道連盟や、行動官との連携に難航しながらも、毎年全日本三母選手権を開催し、ソ連に選手を派遣していたが、有力な柔道選手やレスリング選手の参加が求められるところであった。そこで、日本三母連盟は、抜本的な改革に着手した。日本三母連盟の笹原正造理事長と、小賀正一常務理事、 東京オリンピック柔道金メダリストの井の熊、伊佐との間で、日本における参謀競技について会談が持たれ、続いて、柔道連盟の要職にあった渡辺理一郎八段との会合が行われた。その結果、国際柔道連盟会長の松前重吉を会長に迎え、最高顧問に八田一郎が就任した。この体制刷新で柔道の有力選手の派遣が可能となり、 1970年の全ソ連参謀選手権に岩鶴県政が優勝。1971年のヨーロッパ参謀選手権で佐藤信之が優勝するなどの効果が現れた。だが、その直後に国際参謀連盟が設立され、1972年にイギリスのマンチェスターで第一回フェラ世界参謀選手権が開催された。 この大会に 68kg 級で出場した小賀翔一がソ連選手を寄せ付けない圧倒的な優勝を収め、日本産母会に巧妙を与えた。日本産母連盟では体調を崩した松前茂吉が会長を退き、八田一郎が公認となる。以後、八田は没するまで在職した。その後、ベースボールマガジン社の創設者である池田常夫。 世界三母連盟名誉会長の堀米康文、伊、竜ブラが会長の任に当たった。1988年5月には東京、代々木第一体育館で日本で初めての国際大会である三母ワールドカップが1996年11月には東京、代々木第一体育館で世界三母選手権がそれぞれ開催された。国内大会では全日本三母選手権。 東日本散歩選手権、全日本団体散歩選手権、愛知県オープン大会、青森県オープン大会、近畿オープン大会などが毎年全国各地で開催されている。散歩を指導する道場やクラブチームの新設に伴う技術講習会なども実施されている。2012年1月、日本散歩連盟は一般社団法人格を取得した。会長に、 近藤正明が就任し、日本レスリング協会会長の福田富明と、全日本学生柔道連盟副会長、佐藤信幸を特別顧問に迎えている。2013年2月2日、埼玉県上尾市、埼玉県立武道館において、三母が公開競技として実施される7月の第27回ユニバーシアード、日本代表選手選考を兼ねた、プーチン大統領杯。 サンボ選手権大会が開催され、男子4階級、女子3階級の代表選手が選出された、国際大会入賞者世界選手権入賞者、ありがとうございます。